はい、こんにちは。今日は毎日今父に飲んでもらってる脱水防止のジュースね、サプリメントね、だいたい1日これ2本ずつ飲んでます。おじいちゃんで、なんで3、4、5、6、冬になるといらなくなるんですけれども、夏の間はいつもこうやって、作ってあげてます。何よりも年寄りは脱水症状が怖いんですよね。怖いっていうか、まあ本当にそうなっちゃうんで経験になってしまいますんで、最初はお茶にしたり、あとはなんかいろいろと売ってる栄養ドリンクみたいな種類のものを考えたり、まあいろいろとしたんですけど、結構最近はこれに落ち着いてますね。なんか成長ホルモンというね、ホルモンがのサポートのサプリメントで、あまり年寄り向けには作られてないようなんだけど、大変成長ホルモンっていうのは、ちなみに成長ホルモンっていうのは成長と言ってますけども、あれはリペアなんですよね。細胞のリペアですね。僕も糖尿病で血糖値高くなるんですけども、成長ホルモンのおかげで明け方の血糖値が高くなるんですよね。暁現象とかね、そもき効果なんていうんですけれども、それなんかも体の細胞を元気にさ、元気にっていうかリペアしなきゃいけないですから、毎日毎日細胞をこう細胞を作り直されてますから、新しいタンパク質とかなんかでね、タンパク質や脂質、ヒト脂肪酸タンパク質を使って作り直されてますから、それをやる、それを促進するためのものですね。だから血糖値のモニターがありますし、それぞれの細胞の活性も行われますね。なおかつそれ寝てる間に起こりますから。でうちの親父はもう毎日寝てるんで食っちゃない食っちゃないすまねえなって言うけれども、まあいいじゃないですかね。みんな食っちゃないするんですよ、年取ったら。逆に山うろうろされると困りますね。お水置いてあった。ちょっと少なめの方が濃くていいような感じがするんで、いつもそういう風に作ってます。大体これを3日で飲んじゃいますからね。コストパフォーマンス的にはどうですかね。あんまり考えたことないけど、黄色いオレンジジュース美味しい、レモンジュース美味しいなっていうことかな。まあまあ本当に曲がって飲んでくれるから、冷蔵庫の中にいっぱい入ってますこれね。こうやって毎日じゃないな、週に1回半か。これがだんだん飲まなくなっていきます。夏場が過ぎるとね。でもその成長ホルモンっていうのはすごく重要だっていうのは最近よく言われてます。僕も夜体重が減ります、寝てる間に。一切炭水化物取らないと脂肪を利用して、タンパク質と脂肪を利用して、作られるんですね、ブドウ糖が。それでそのブドウ糖が
成長ホルモンと同時に使われますから、すごく1日 500g ぐらいの変動はありますね。下方にこれはまあ次の本の主題でもありますけども、もう一本使っちゃおうか。見せんだ、もう一本また次にしましょう。ということで、今日は老人のための、サプリメント講座、もうちょっとかな、サプリメントっていうか、入れすぎたかな、おいしい。じゃあこれをおじいちゃんに持ってってあげましょう。